さあ、じゃあ、本日2回目の街頭演説をやってみようかなと思います。今日もあずきもち町っていうんですかね、ここに来ています。まあ非常に車の量は多いかなと思いますが、まあ何分慣れてないとこなので、まあやりにくいといえばやりにくいし、まあそれでもね、場数を踏むということは重要かなと思います。まあ来年の4月ですかね、4月の第1週目だと思いますが、統一地方選挙がねあると思いますので、まあ頑張って、挑戦していかないといけないかなと。まあ、ただもうちょっとこう情報発信、皆さんお疲れ様です。こちらは杉本修一後援会です。無所属で、落選中で、政治活動をやっています。まあ、自分の経歴として、2015年に契約を、ね、切られてしまいましたが、前坂中学校の方で、常勤講師をやっていました。まあ、なので、子どもの未来に投資をするというコンセプトで、政治活動を、ね、続けています。で2019年に、一度選挙に出て落選をして、でその後に2つ目の政治団体を作って、活動をしています。まあ、本当に時間が経つのは早いもので、来年の4月には、ね、また地方選があると思いますので、まあ、こういったところもね、もし当選することができれば議会の方に、提案をしてみたいかなと思います。まあ、だからメイクザマネーと、セーブザマネー2つをね、よくアメリカの人たちは言っていますが、稼ぐだけではなくて、自分の稼いだお金を、政府公務員からね守ることも本当に重要なんじゃないのかなと思います。で今の日本の税金制度というのは利権的所得税ということで、労働収入と資産、杉本氏の後援会としては、政治家の仕事としては減税と規制緩和とイノベーション、まあ、この3つが基本的なものになるのかなと思います。まあ、減税に関してはただ減税するだけではなくて、減税をすることで個人の消費を促進をするということがね、非常に重要なことかなと思います。まあ、ありとあらゆるものに税金がかけられる、なので、企業家支援、もっと力を入れた方がいいのかなと個人的には考えています。ただ他の税収法と比べても、株式会社を作るときの、ね、手続きと時間とお金が非常にかかりますから、まあ、こういったところも規制緩和になると思いますので、ね、効率化を図った方がいいのかなと思います。まあ、浜松は自動車関係の、ね、工場とか会社がたくさんあるので、まあ、自動工場関係の雇用は、ね、たくさんあると思います。ただこれからは車の社会も、EV 化が、ね、どんどん進んでくると思いますので、まあ、電気自動車にシフトしてくると車の部品の、まあ、ここら辺も改革していきたいかなと思います。浜松とか静岡をものづくりの街だけではなくて、ビジネスチャンスのある、街づくりに変えていきたいかなと思います。まあ、ビジネスチャンスのある街づくりにすることで、こうイノベーションを、ね、起こせるような、環境を作っていきたいかなと思います。日本の、経済成長率が 4% ぐらいなんですが、アメリカの方は 150% ぐらいありますから、まあ、本当に、いきたいと思いますし、まあ、日本人の富裕層も、ね、増やしていけれるように地方からの改革を、ね、していきたいかなと、イ
ノベーションを起こせるような地方都市と、あとは子どもの未来に投資をするというコンセプトで、来年の地方選に向けてね、頑張っていこうかなと思います。まあ、宝物高校でありますが、前年取られないような政治をこう作っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。よっしょ。さあ、終わりましょうか。今は5時25分。まあちょっと今めちゃめちゃ混んでますね、向こうの方はね。よろしくお願いします。ということで、1週間お疲れ様でした。あ、違う、あ、もう一回言うか、まあ一旦これで終了して帰りますね。今ちょっと入っちゃったので一旦カットしますが、1週間お疲れ様でした。オーライガイズ、サンキューフォーウォッチング、スマッシュライクボトムズ&サブスクライブ、ステイチューン、シーユーツモロー、やら、ヨーロ、バイ。じゃ